はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。月曜と生活も気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、免疫抑制剤は血糖値を上げて虫歯にする、まあそう虫歯にするというか、まあ、虫歯につながっているからそういうふうに言っているんですけども、その、まあ、先日ね、あの歯医者の動画にてですね、先生からね、免疫抑制剤は血糖値が上がりますからねと言われたってね、ですね、歯医者と血糖値が関係していることが、まあ、当たり前になっていることが分かるということがこの会話で分かったと思うんですよ。そんな血糖値について、ね、まあ、一番馴染みのあることとすればですね、まあ、糖尿病なんですけどもね、まあ、その糖尿病は本来ならば生活習慣を改めれば回避できるのですが、まあ、我々のように病気でね、免疫抑制剤、ステロイド剤っていうのを服用していれば、先ほどから言ってます通りでね、まあ、血糖値が上がってしまって糖尿病になってしまうわけなんでございます。そんなね、免疫抑制剤、ステロイド薬治療っていうのをね、行っている方が、まあ、どんな病気でそれらのね、免疫抑制剤、ステロイド剤を使っているのか、そして行き過ぎるとどうなってしまうのかっていうのを改めてね、その歯医者との関係性も含めてね、お話ししていきます。まあ、どうなっていくのかっていえば、まあ、僕の体で起こっていることなんでね、僕の体で起こっていることをね、お話ししていくんですけども、その免疫抑制剤とかステロイドというのはですね、抗炎症作用とかね、免疫抑制作用を持つためにですね、炎症性疾患、免疫系疾患で、アレルギー性疾患、まあ、例えばね、膠原病とかネフローゼでしょ、で関節リウマチに重い喘息とかね、広いアレルギー症状などの多くの疾患に使われる薬なんですよ。でこの免疫抑制剤ステロイド薬のね、主な成分っていうのがね、グルココルチロイドっていうね、その、まあ、糖質コルチコイドっていうものなんですけども、そのグルココルチコイドっていうのはですね、インスリンのね、血行ホルモンでもあってですね、肝臓でね、糖新生、これはですね、タンパク質を糖に変換することがあるんですけども、それをね、促したりとか、インスリンに対する加入性を低下させてですね、末梢組織でのね、糖の利用をね、妨げる働きを持っています。すなわちですね、ステロイド薬はね、血糖値を上昇させる作用を持つので、高血糖をきたしてですね、糖尿病を悪化させる恐れがあります。いや、怖いですよね。もうめっちゃ、まあ、ほんまに僕の体で起こってると思ったらめっちゃ怖いんですよ。だって肝臓でね、タンパク質をね、糖に変えてしまうわけですからね。タンパク質はタンパク質で置いといてよって思うわけじゃないですか。でもそれが糖に変わってしまうっていうのは、もうとっても恐ろしいことですよ。でそのためですね、糖尿病の患者さんがですね、免疫抑制剤とかね、ステロイド薬を使用するときっていうのは、血糖値の上昇の可能性が高くなるので、高血糖の状態をね、正常値に抑えることにね、努めなければなりません。ストレート薬治療を始めたらね、まあ、開始時から、尿糖、食後血糖値、ヘモグロビン A1C、GA っていうのもあるんですけどもね、あとね、イチゴ AG っていうのもね、血糖変動指標っていうのをね、用いたね、定期的な検査を行っていきます。まあ、今の僕で言えばね、血液検査がそれですわ。それでもね、一時的なね、血糖の上昇がある時だってありますので、その時はどうするのかという話なんですけどもね、免疫抑制剤ストレイド薬によるね、その血糖値の上昇っていうのは、今飲んでるその免疫抑制剤ストレイド薬のによる治療が終われば、まあ、改善する場合は多いんですけども、その終了後にもですね、この高血糖がね、持続する場合がありますので、ステロイド薬などをね、その短期的にね、使用する場合であっても、一時的なその高血糖だからと油断しないことが大切です。そういった場合にはですね、特にですね、食事療法の徹底が重要となります。まだね、その長期のステロイド薬治療になった時にはですね、骨粗鬆症による骨折の危険性がありますのでね、そのためにですね、運動療法とかっていうのはね、その糖尿病治療のね、妨げにならない範囲内に留めとけなければいけない状況になることもね、あるのでね、これをね、心に留めときましょう。あのね、これはほんまにね、留めとかないといけませんよ。あの、僕もね、その免疫抑制剤を飲んでる、まあ、最中ですよ。そのね、ウォーキングやね、縄跳びをしている時にですね、帯状疱疹になりましたけどもね、それだけじゃなくて、実は他の部分にもね、痛みがね、ありました。でもまあ、痛すぎて病院に行った時の診断では、帯状疱疹としかね、診断されなかったので、ひょっとしたら骨にもダメージがあったのかもしれません。こう、今は何も出てませんがね、まあ、たまにその関節に、股関節にね、あの違和感がある時もありましたので、
まあ、免疫抑制剤、ステロイド剤をね、まあ、使っている時のね、運動療法はね、ほどほどにしましょう。そしてね、その免疫抑制剤、ステロイド剤をね、使ってのね、糖尿病とともにね、合併症の発見のね、検査も行われます。糖尿病はね、血糖コントロールを良好に保ってですね、患者さんにとってデメリットが大きい糖尿病合併症のね、発症や進行を防ぐことがとても重要な病気なんです。しかしですね、糖尿病合併症の発症初期っていうのは、自覚症状がほとんどないためにですね、検査でしか発見することができません。まあ、糖尿病と診断されたらね、合併症がね、どこかでこう、もう必ず起こっているか、まあ、起こっていたらどの程度進んでいるのかっていうのをね、治療が始まってからも合併症が起きていないかを調べるために、ほんまに定期的な検査を受けないとダメなんですよ。まあね、今の僕の状態でね、その歯に続いて厄介になっている目ですわ。目についてもですね、糖尿病、網膜症とかね、白内障、緑内障が疑われます。で、高血糖が続くとね、網膜内のね、血管がね、障害されてですね、出血などを起こすね、糖尿病、網膜症やね、緑内障が起こったり、糖尿病でない人に比べて、早くに白内障が起こったりとかね、あと視力の低下やね、失明に至ります。まあ、その目の合併症に関してはですね、内科と眼科をね、連携してね、治療に当たります。まあ、今は僕はですね、目の傷程度で止まってますけどもね、これがね、進行していくとね、その怖いことが起こるかもわかりませんのでね、すごい注意していきたいところです。あとね、腎臓においてもですね、糖尿病腎症というね、合併症がね、疑われてね、検査することもあります。糖尿病になるとですね、腎臓でろ過の役割をしている、糸球体っていうのがあるんですけどね、そこのね、毛細血管が損なわれてしまって、腎臓のろ過機能にね、障害が起こるためにですね、塩分やタンパク質の、ね、摂取量がね、厳しく制限されたね、もうほんまに貧乏な食事療法が必要となります。まあね、ただでさえね、糖尿病でね、食事療法してなあかんのにね、それをさらに上回るようなね、食事療法をね、せなダメなんでね、こうなってしまったらちょっと辛いですよね。で、さらにね、症状が進むとですね、腎不全となってね、機械で血液をろ過する人工透析っていうのが必要となりますけどもね、これはね、1週間に3、4回でしょ。で、その1回の治療にですね、4時間、5時間はかかるなどね、その患者さんのね、時間的で体力的、精神的、金銭的負担はね、かなり大きくなります。またね、糖尿病、腎症はね、患者さんの寿命にもね、影響する病気なのでね、きちんと検査を受けてね、経過を見ていくことが大切です。そんな糖尿病ではですね、歯周病のね、進行もね、促進することがね、もう明らかになっていて、特にその歯周病との関係はね、もう近年よく研究されています。で、その研究が進んで、歯周病っていうのは、糖尿病の6番目の合併症であると、ね、認識されるようになりました。つまりですね、糖尿病があると歯周病の進行が著しく促進されて、特にね、ヘモグロビン A1C と呼ばれるね、糖尿病の検査値がですね、 7% を超えると歯周病の悪化も早くなります。ちなみに僕はこの前ね、 5.7% とかでしたね。ほんで、そんな 7% 以上になったりするとね、まあ糖尿病なんですけども、その糖尿病になると傷の治りも悪くなるのでね、抜歯とかね、その歯の中の手術ってあるでしょ。そんなようなね、その大掛かりなね、その歯医者の治療をしなければならなくなる前に、その歯周病もね、しっかり予防しておくことがね、重要なんです。まあ、僕もね、そのヘモグロビン A1C がね、なんていうんですか、6.3% 以上だと、予備軍だよ、糖尿病予備軍だよって言われたことがありまして、それを一回超えてしまったことがあるんですよね。その時の、お話もね、まあ、過去の動画で、ね、お伝えさせてもらったことがあるんですけども、もうそっからこの食事療法を徹底してね、今は 5.7% までね、戻ってそれをね、一応キープしてます。だからまあ、歯医者の治療もね、今のところ一応はできてるんですけども、でそんな歯周病もですね、まあ、一般的にね、その急性の痛みをね、伴わないので、歯周病のね、程度がね、つかめませんので、その定期的なね、歯医者の受診によってですね、歯周病のね、重症度をね、チェックすることがね、推奨されています。ほんまに最近ではその医科領域でもね、その糖尿病の管理の一環としてのね、歯周病管理のね、重要度がね、浸透してきました。これらのことがつながって、免疫抑制剤ステロイド薬を使っていると血糖値が上がって糖尿病になって、歯周病は6番目の合併症と呼ばれていることから、歯医者との関係が深いことが分かります。これまでってほんまにね、その歯周病っていうのはね、自覚症状がないためにですね、何も問題視されてなかったことなんですけども、病気で免疫抑制剤ステロイド薬をね、飲んでなくて生活習慣で糖尿病になってしまっている人はね、まあ、このような自覚症状のない合併症が怖いので、虫歯で住んでるうちにですね、生活習慣を見直しましょう。そんな感じでね、歯医者と血糖値の関係は深かったということを身をもって体験したというお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。
僕は元気です。